あーどうも。あーどうも。いや、旧成人式ですよ今日は。あーそう。そう。昔だったら俺たちが二十歳ぐらいの時は今日ですよ。成人式。今は月曜日になっちゃったから。変えてくるね。変えてくる。向こうもぶつけてくるから。最近何でも変えるよね。もう味変とかって言ってさ、食べ物食い物途中で味変えたりする。そう。あー確かに。まあ、変えるのがやっぱ主流よね。同じ味でいくわよ今の J-POP だってさ、普通の歌をなんか1番と2番がすっごい変わってたりするじゃん。そうなの？変えてくるじゃん、アレンジが。そうなんだ。孝太郎くんから教わったんだよ、それ。忘れちゃうんだよね。2番ほらベースと歌だけになってるでしょっつったじゃん、もう A メロがいや寝たらすぐ忘れるんだ、さっき。やっと正月の話ができるんだ。正月ね、うん、俺ビザアルメの時家庭弾いてた去年、うん、あれ引きずってさ、年末年始をずっと喉痛くて声もあの調子でさ、よろしくないね。よろしくないわ。そしたらさ、小田君さ、うん、60ってさ、うん、前役なんだね。そうだよ。知ってたの？知ってましたよ。え、昔から？昔から、まあ俺知ってたよ。でもマジで？で、まあ俺はそれは行かないって決めてたから。あ、もうそれは関係ねえんだ。うん、俺ほら42のさ、うん、大役っていうのあれ一番でかいやつ、うん、あれでもう終わりだと思ってたわけよ。あるんですよ。知ってたんだ。知ってましたよ。だからもう前役、この節分から突入だよ俺。今年初詣の時に思い出してさ、うん、いいやとやっぱり思って。そうか、うん、でほらこの前後役の時さ、うん、だから43の時、うん、事務所はなくなるわさ、おばあちゃんバイクにぶつかってくるわさ。まあね、でももうないよそういうの。マジで？ないね。本当？うん、信じていいのそれ？いいよいいよって。もともと60まで生きる設定でできてないのかな、そんなのさ。だからなんかさ、おかしいのはさ、うん、男と女の役として年が違うじゃん、うん、42ぐらいまでの間に、うん、60は一緒なんだよね。おかしいな。もうあれはね、うん、あれですよ、まあ、ビジネスですよ。ビジネスだよねこれね、神社仏閣の。いやー、そうとしか考えられないんだこれ。だからさ、トッピングでしょこれ。そうだよ、厄除けの時にさ、ね、松竹梅ってある時点でおかしいんだから。まあそりゃそう横田君、うなぎだってあるじゃない。いや、あるけどさ、だからうなぎとさ、その、何その役役を一緒にしないでくれよ。いやいや、だから迷ってんですよ、小太郎さん。いいよ、もうみんなに迷惑かかっちゃうもん。大丈夫、せいぜいすっころんだからそんなんだからすっころんどで終わりゃいいよ。いや、でもね、もう50も超えたらね、その、自分を過信しちゃいけないね。それはあるね。まあ、昔できたことのつもりでやると怪我するよね、うん、するよね。俺最近ジムのね、うん、ジャグジー出るときにね、うん、手すり捕まってんだよ何、滑ったことあるってこと？ないよ。ないんだ。一回もないけど、うん、そういうところにね、あ、滑って転んだってやだよ俺。でも小田君の言ってるの分かる。無駄な怪我したくない。俺も駅降りるときとか、うん、階段のときは必ず一番端を歩くようにしてるもん。それがいい。もうね、無駄な怪我するの一番良くないね。うん、足が上がってそうで上がってない。信号がチカチカしたらね、もう諦める。諦めるとか昔走ったでしょ。走った。まとめよ。なるほどな、うん、本当にそういうことなんだよね、きっとね。そういうこと。もうね、夜がまず見えねえもんな。もう見えないよ。もう最近本当にね、自転車返納だから。自転車返納しちゃったの？あれしてないけど、うん、まあ、ちょっとでも、あ、ちょっと今日酔ったなっていう時は、うん、もうあ、置いて帰る。タクシーか歩きですよ。あ、そうだよね、それがいいと思う、うん、割と自転車過信してると転ぶからね。そう、カーブが曲がりきれないんで。そうなんだよね、うん、あれ何なんだろうね大回りになるよね。いや、昔より車体を倒してないんだもんね。なるほど倒せてないんだ、うん、そうそう、割とバイク同様に。そう、直角のまま曲がってる。倒すのはちょっと力いるからね。だから今ハンドルで曲がろうとしてるからさ。なるほど。ダメなんだよね。ダメ。バイクと自転車はね。うん、ボディでね、曲がってないと。そうなんだ。この間正月なんか RX7 みたいなかっこよかったな。車？うん。初期の一番最初？あれ後期だね。あれ後期のやつ見たの？昔、あれ嫌だったんだけど、あの車。うん、出た時ってこと？うん。うん、だからそれはわかるよ、小田君さ。うん、
あれが出た時にさ、うん、まさに小田君あれだったんじゃない、スーパーカーブームの後半だったんじゃない。そうそう、だから小田君とかさ、うん、俺本物のスーパーカー見ちゃってるわけですよ。 そうなんだよね。そこに RX7 がさ、うん、日本のスーパーカーだぐらいの勢いで来たじゃない。そうね、で誰もが思ったんですよ、違うってこの間見たらでも痺れたね。それいつの RX7 一番最後、翔ちゃんが言うには最後の方だってさ。それ俺めっちゃ好き、ちょっと丸っこいやつ、一周しか見なかったんだけど、うん、俺はね一番最終形の RX7 めっちゃ評価してるんですよ。あ、そう、あれすごいかっこいい、かっこよかったよ、めちゃかっこいい。また見たのが赤羽のニトリなんだよねニトリで出世となんだよ、そこにいるのいたんだよあれニトリってなりますしか行かねえ宣言したんじゃねえの。いや、ところがね、うん、赤羽のが広いんですよ。あ、そうなの、うん、マジか。あれ本店なんじゃないの。あ、可能性あるね。あのシモンとこでしょ、小鳥が。そうだっけ、すごい広かったよ。南北線かなんかの駅が近い、まあ、車で行ったからさ、うん、そうなんだ、素晴らしかったよ。あ、本当、うん、アレクセも最終形は俺めっちゃ好きだ。いや、かっこよかった、あれ欲しくなったもん。めっちゃ早いんだよ。早いんだ、だ燃費が悪い。ちょっと確かになんか川崎っぽいな。そうなんだよ、マッハっぽいな。マッハっぽいんだよ走り屋なんだよね、うん、そうなんだよ、燃費が悪いから。車欲しいな。買ってやろ、渡るけど。それバイク買おうよ。うん、だって車だって古いやつ高いらしいじゃん、やっぱり。高いよ、今高いよ。古いのしかいらないの。まあね、うん、俺も古いのしかいらない。だからさ、古いので中が綺麗にしたいんだよね。ああ、わかる。だから古い家だけどウォシュレットみたいなさ、あ、そういう感じにしたいんだよね。中が古いままじゃね、乗り心地悪いもんね。そうそうそう、腰悪いよ。わかる。シートとかちゃんとしたいよね。したいしね、張り替えてね。最新型にしたいね、中したいしたいしたい。それじゃあどうなのかね。いや、でもいいんじゃない。あ、そう、うん、まあな、そうね。持ち食ったの。持ち食ってないんだよ、これ。だから俺もうほんとさ、寝正月になっちゃったんだよ。寝正月、喉痛くてさ、ずっと漢方薬飲んでた。だから聖天様とかさ、初詣行ってないもん小太郎くん、初詣行ったの。行ったよ。どこ行ったの。近所。いつも近所だっけ。いや、いつも行くところは、うん、俺の第一希望ってとこあるんですよ、うん、で第一希望はここ2年混んでて混んでたの、うん、別のとこ行ってたね、うん、で一応今年も第一希望から行ったんだよ、うん、それガラガラだったんだよね。タイミングだね、あれね。三が日3日。おお、それで混んでないんだ、うん、うちの近所だと東京大仏がさ、うん、一番行くんだけど、あそこ混むんだよね。近所がいいよ。近所なんだけど、うん、三が日が混むんだよ。あ、そう、うん、まあ混むっていうか、まあ、本当にね、うん、明治神宮に行くようなことはしない方がいいよ。まあそれはしない、それは絶対しないけどさ、うん、あれ16歳までだから。そう、確かにね、うん、あれが楽しいの16までだよねでも原宿駅がなくなっちゃうと思って寂しくてしょうがない。俺狂ってるから、この国もう泣きたいよ、うん、本当にどうかしてるよね。あんないい建物さ、ね、壊してどうすんだよ、マジで。どうかしてんですよ。孝太郎君の言うようにさ、ああいうの壊すっていうことを言い出すやつが絶対東京の人じゃないっていうのが許せないんだよ。絶対そうだよねえ、うん、あれはちょっと文化祭だよね。自分の故郷の駅やってよ。俺自分の故郷の深谷駅だってあんな東京駅のミニチュア版みたいになっちゃって、ほんと恥ずかしいんだからさ。なっちゃったね。レンガタウンなんですよ、深谷。そうなの、レンガタウンなの。で東京駅のね、うん、今の東京駅だよ、うん、あのレンガがさ、うん、深谷で焼いたレンガだからって言ってさ、そう、知ってるだからさ、東京駅にするって、まあ、その発想もイージーじゃない、うん、なのにレンガ作り風に作ったんだけど、あれがタイルなんだよね。なるほどレンガじゃねえんだよ、まず。そっか、まあ、5、6年で変えてもらってさ、まあ、すっか、田舎もんって恐ろしいことするよ、本当に。俺だったら深谷駅ネギ畑にするね。そういう感じでしょ、うんナチュラルでいいよね、うん、ナチュラルで。そんなさ、田舎なんかかっこいいわけねえんだからさ。かっこ悪いからかっこいいんだよ。そうだ、こういうこと、かっこ悪いからかっこいいんだよね。そうなんだよ。なのにさ、中でバームクーフェン売ってんじゃないかと思うような建物だよ、ね、原宿なんて、あれ昔のホームが向こうに見えるのがかっこいいんだよ。あ、そうなんだよ。そうなんだよね、目白駅もあんだよな。
目白駅もね、昔やった階段みたいな、あるあるある、目白駅も昔よかったな。でしょ、俺しばらく目白駅行けなかったもんね、今のになって。変わりすぎだよあれ。何あれね、どうかしてるよ。目白であれやんなくてもいいよね。いいよ、だってさ、孝太郎さん、お隣が池袋ってさ、すごいでっかい町があるわけじゃない。こじんまりしてほしかったね。こじんまりしてていいよね、なんで池袋でみんな買い物に行くんだからさ、あんな駅ビル風にしなくていいって。逆に奥とかさ、上中田とかああいうことやった方がいいよ。孝太郎くん、誰も来ねえから、うん、いや逆にさ、でもやるなら。なるほどね、うん、奥とか地味だもんな。いいじゃん、好きだよね。まあ赤羽みたいな駅はもうどうしようもないから、まあ近代化した方がいいと思うけどさ。赤羽はさ、でもさ、なんつうの、品が良くなっちゃったじゃん。品が良くなっちゃった。あれはちょっと行き場所失ったね俺も。だってあの品の悪い場所が裏側だったの全部さ綺麗にしちゃったんだ。思い出してよ、俺の盗まれたバイクがさ、赤羽の土手に置いてあったっていうのをさ。それねえ、盗まれたバイクが集まる場所は赤羽って決まってたんだよね。そうそう、今はさ赤羽に置いてあったら嫌だもん。あれ置けないよ赤羽じゃ、足ついちゃうね。怒りが湧いてこなかったもんね俺。そうだよなと思った。そうだよなと思うしかなと。確かに赤羽って永遠にそれでいてほしかったよね。本当だよ、吉野家はなくなりさ。本当だよ、つまんで居酒屋ばっかりできて。加藤さん、小太郎さん、はじめまして。どうも、メールします。50歳目前の男です、 P です。高校生の頃に深夜放送のライブなどイベント情報の BGM で耳にした、うん、僕のプロペラに衝撃を受け、関西人として真っ当に世界を止めてでとどめを刺されて今に至ってます。なるほど。さて、懸命にある質問なんですが、うん、あのお店どうなったんでしょうか。うん、高太郎さんのダストアンドロックスからの流れで加藤さんには唐揚げやおうという話で盛り上がり、うん、私も楽しませていただきました。なるほど。最近ふと思い出したんですが、それこそ30年ほど前に加藤さんが、うん、ステージ衣装制作からの流れでアパレルのお店をされていると雑誌で読んだ記憶があります。うんうん、写真にはマンションの一室のようなお店で、うん、手作りの洋服に囲まれた加藤さんと奥様が並んでおり、うん、ジョンとヨーコのようでした。ジョンとヨーコ、こういうショップも成立する東京ってすごいなって興奮しました。なるほど。大学生や社会人になったら行ってみたいなと思ってるうちに記憶の彼方で、これは他の人の情報と間違えたまま記憶してるんでしょうか。うん、何も昔の記憶なのでお許しください。もし記憶が正しければ雑誌で一度読んだだけのお店のその後をお話しできるのでしたら聞かせてください。なるほどね。原宿のスイッチだよね。そう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 。スイッチってお店があって、ちょっとなんかこう UK なウェアをねやってたんだけど、ね、閉まっちゃったね。閉まりましたね。うん、90何年ぐらい、91年にやって2年ぐらいに閉まっちゃった。もうそうだね、すぐ閉まったね。すぐ閉まったよね。80年代からの後半からやってたと思うんだけど、まあね、店はあのペリレーンの隣にあったんだよね。そう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 、うん、今何になってんだろうねあの店。家賃が高いからね。うん、まあだって原宿のあの辺っつったらまあ高いでしょう。まあでも昔は安かったから面白い店が多かったんだよ。そういうことか、うん、もう上がっちゃったでしょ。もう今やね、もう今だけどロッテリアの裏の方だったもんね、これね。そうそう、もう相変わらずちょっと歩くけど、あのクロコダイルはあるよね、これね。クロコダイルはあるでしょ、クロコダイルね。うん、あれ老舗だよね、もうね。そうだね、確かに。あれこそ昔から変わんないんじゃない、小太郎。全く変わんないね。全く変わんないよね。うん、ステージ高いんだよね。そう、高い。座って見る感じだよね、なんかテーブルがあってね。そうだよ、俺らカウンターで見たじゃん、照らしたけど。そうそうそう、見た見た見た。あれから行ってないわ。俺だって行ってないよ。行ってないか。看板も変わってないんじゃないかな。変わってない気がする、ね、あのワニのさ、あそこだけ変わってないよね。うん、あそこは変わってないわ。だってロフトだって移動しちゃったじゃん。うん、ねえ、やったことないけどね。あるよ、孝太郎くん。あるっけ。うん、1階2階あるよ。ある気もしてきたな。あるよあるよ。初期の頃ワンマンだっけ。孝太郎くんが騒いだんで楽屋がねえっつって。またデビュー前だ。デビュー前だっけ。裏の方のさ、なんかさ、なんていうの、流し場みたいな食堂、なんかご飯作るようなさところでさ、
控えてたじゃん俺たち。それは覚えてる。楽屋がなくて、覚えてる。そうないんだよ。もちろんトイレもないもん。ないよ、うん、なんかストライクス見た記憶はあんだけどな。一緒に出たんじゃない。そうかもね、うん、そうかもねって言ったら絶対やってるって。その時代、その時代、うん、まさにストライクスって復活するの。一回だけやったみたいね、これ。あ、そうなんだ、うん、へえ、懐かしい。ロンドンタイムズも復活してるしね。そうだね、復活の時代だよ。復活の時代、本当に復活の日ってなんだっけ、小太郎くん。草刈りますわ。草刈りますわ。復活の日はまあすごかったね。復活、うん、この広い世界で最後会っちゃうからね、2人。そうなんだよ案外狭いよね、うん、顔かわいいが。でもなんかそういうことあるかもよ、小太郎くん。だって俺この前ほら、うん、あの10月の末にさ、うん、ワンフーのライブを久しぶりに台北に見たんですよ、うん、で荷物をさ、うん、待ってたらさ、うん、あのローリーのバンドでさ、うん、やってたドラムのジュン君いるじゃない。はい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 、懐かしいでしょ、うん、あとタートルズってバンドいたじゃない、はいはいはい、あのベース見てたろ、うん、うん、2人がさ、うん、同じようにさ荷物持っててさ、うん、加藤さんじゃないですかって聞いてきたんですよ加藤ですよっつってジュン君も結構変わっちゃっててさ、最初気がつかなくて、うん、で、なんだっけ Do As Infinity だっけ、はいはいはい、っていうバンドのライブがしてあるんで、台湾ライブがね。でそれで今日来たんですよって言って、へえ、東京でも会わないのにここで会うんだみたいになってさ、二人と明日見に来てくださいよって言ったら、明日ワンクなんだよって言って行けなかったんだけどさ。でも年に1回ずつライブやってるんだって、台湾で。へえ、俺びっくりしたよ、本当久しぶりだった。道太郎くん会ってないな。会ってないでしょ、うん、もうそういうところだったびっくり。元気だった。え、元気元気、すげえ元気だった。純くんも元気だったし、純さんも会ってないね。うん、すごい元気だったよ。どっかいつ、もう10年会ってないね。10年会ってないよ。10年どころじゃないんじゃない、うん、そうだね。うん、本当にローリーとかとさよくライブやってた頃の話じゃん。そっか、うん、すごい。まあそれとやっぱ復活の日はまた違う。まあね、まあ違うけどまあそれそんなこともあってもいいんじゃないのっていう、まあ例え話だよ。それは俺と花田君が札幌だったぐらいのレベルだね。まあレベルとしてはね、田野一光司でね。確かに。でもさ、田野一光司だったらさ、うん、ちょっと驚くじゃん。驚くね。あれ花田君はさ、うんって言ったんだよ花田君っぽいな俺花田君だからもうあれだな、9年会ってないわ、小太郎くん。マジ？だって花田くん50歳のライブに呼ばれて、うん、歌って、それから会ってない俺、花田くんに。まあそう、うん、そう、俺出て歌ったからさ。俺ちょこちょこ会うな。元気？花田くん、変わらず？全く変わらない。ああ、そう。こんばんは。どうも。昨年彼が消えてしまったというメールを読んでもらったちびまるコーラです。お、依然として消えた理由は巡りしてますが、うん、メールを読んでもらえたことでテンションが上がりましたし、ほう、またお二人に笑いに変えてもらい元気が出ましたと。なるほどね。そして改めて幸太郎さんはデカと称されるだけあり、うん、私たちの最後の言葉のやり取りを洞察したコメントなど鋭くてさすがだなと思いました。なるほど。リーダーはなんかずれてると思いましたが想像力豊かで良い人だなと伝わりましたと。良い人、はい、そこで良い人のリーダーが何か伝えたいことがあればここに送ればいいよって言ってくれたので、うん、お言葉に甘えておきます。なるほどね。伝えたいのは、大掃除中に彼に借りてた雑誌と CD が見つかり、はい、返しようがないので処分しようかと思っていることです。なるほど、うん、多分彼も放送を聞いてると思うので、うん、ダメ元でしばらく待って連絡がなければ結婚しようかなと、うん、なるほど。ただ CD はコレクターズのものなので、うん、悩み中ですと。処分するなよ。やめろよマジで。この令和の時代にアナログな依頼を引き受けてくだされば嬉しい限りです、うん、正直メールしたのは処分のよりも取り上げてもらうことでまた元気づけてもらえて、うん、2020年が開けていくのではないかと思ったことがわけですと。なるほど。が実際まだ困ってるのも本当なので、うん、恐れ入りますがよろしくお願いしますと。はいはいはい。捨てちゃえばいいじゃん。だってコレクターズ捨てられたらよ。別に捨ててさ、うん、彼に返して捨てたらもうないよって言えばまた彼買うんだから。あー、孝太郎くん、そこまで見越してんの？そりゃそうだよ。えらいなぁ。えらいのかな。やっぱそういうことだよな。捨てちゃっていいよ、捨てちゃって。うわぁ、来たぁ。置いてって歯ブラシと CD は捨てちゃいなさい。なるほど、いいこと言うよ。歯ブラシと CD 捨てちゃって。で、新しいの買って。うん、そうそうそう。あとね、
もうそういうね、あやついても捨てちゃってもいいよ。そうだね。ね、この彼女もそれで聞かないで新しいの買って。確かに。ボックスがいいよ。ボックスがいい。ボックスはいいよね、全部揃っちゃうもん。ボックスがいい。ボックスがいい、まだ若干余ってるからね。ボックスがいい。ボックスがいいよ。経過で言えばターローネンってことだもんね。確かにそうだよ、これ以上のものはないから。全部入りじゃない。全部入りだもん。キャベツも入ってんだよ。本当だよ、本当だよ。ボックスがいいよ、押しちゃってボックスだ。そう、彼氏もボックスしなさいよ。そう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 、彼氏もすごいな、その発想はなかったな。リーダー小田さん、ハロー。どうも。新潟在住でリーダーのお母さんの故郷に住む36歳、うん、男子看護師 P です。おお、村松町だ、ね。今週の納豆棒の回を聞いて、いても立ってもいられなくなって、うん、納豆棒を探しに行ってきましたと。ほら、納豆かけます。納豆のね、うん、ダブルネック。あ、ダブルネック。アマゾンでの下調べでは、ダブルネックのジミーページフィーリングな納豆棒は、うん、和平フレーズという新潟の会社が出している様子。あ、そうなんだ。自分&リーダーのお母さんの地元新潟が納豆棒会のリバプールだったという事実に胸を取らせ買い物に行きました、うん、なるほど。新潟にはコメリとムサシという大きなホームセンチェーンがあり、うん、その両方に行ってきたんですが、うん、万引き人名に不審がられるぐらいに売り場を回ってみましたが発見できず。ああ、売ってない。近くにいた店員さんに聞いてみたら、置いてませんという無慈悲な。ああ、ないんだ。もしもこの店のバイヤーが池袋を聞いていた納豆棒を仕入れていたならば、世界中のピー相手に大儲けできたことでしょう。なるほど。孝太郎さんの戦況の命に恐れ入るとともに、新潟のホームセンターが日本全体の派遣を取れないことの理由を垣間見た気がします。なるほどね。新潟の五泉はとてもいい場所で、うん、栗も里芋も美味しい。なるほど。リーダーだけじゃなくて、小田さんも遊びに来てブレアウィッチごっこしてください、うん、あ、そこブレアウィッチごっこ、ここだ。そうそうそう、五泉市のね。そうそうそう、うん、おー、これすげえ。燕市に納豆棒探しに行ってきました、うん、在庫がぐんぐん減っていました。池袋効果恐るべし。すげえな、納豆棒どんどん減ってるってよ。減ってんじゃん、だってほら。マジや、ほんとだ、これちょっと写真館だよ。これしか残ってないんだよ。ほんとだ、この勢いちょっとうちの物販に反映させたいね、これ、うん、そうだね。卵かき回せもアップしたの。いや、まだアップしてない。いや、これちょっとさ、今の現状をさ、見せつけた方がいいよ、孝太郎くん。これ景気がいいのは納豆棒だけだよ、今。でも売ってないとか売ってないんだから。いや、だって5000のね。でもあるとこにはこんだけ在庫がないんだよ。そう、すごいって、これちょっと載せようよ。すごいね、納豆棒。納豆棒来たね。だって実際納豆棒で混ぜるとうまいからね。いや、すごいな、孝太郎くん、そういうのほんとすごいわ。いや、実践してるのすごいよな。納豆棒ないとダメだね。ちなみに俺、納豆棒のことを、うん、自分の勝手な呼び名でグワグワって呼んでんだよね。なんでグワグワなの？なんかグワグワって感じだ。あ、グワグワって混ざる感じなの？グワグワって、これだよ俺の卵かき混ぜる。すっごいな、プロのなんかレンチみたいになってんね、これ。すごいな。車検の時必要な感じだよね。これなんかさ、2001年宇宙の旅でさ、出てきそうだよね。サンが上に投げる感じだよね。骨だな、あれ。やばいな、そんなの使ってんの。あれじゃなきゃね、卵混ざんない。プロ中のプロじゃん。そうですよ。やばい、マジに俺オートバックスのなんか社員かと思ったもん、なんか。あれで混ぜるとオムレツがもうすごいんだ。もうウィって感じだよ。マジ全員フランス人。オムレット、やばいなこれ。納豆棒といい、すごいね、小田君。納豆棒いいよ。もうあれだね、小田君、もうこうなったらジミー・ペイジがさ、バイオリンの指でやっちゃんちゃんとじゃ納豆棒でやった方がいいね、小田君ね。納豆棒でボトルネック詰まるよ。ありだね、すごい粘りのあるね。それか、音差にもなる納豆棒ね。ポーンってね、ミュージシャン御用達のね、それすげえわ。納豆棒な、そろそろ新しい納豆棒買おうかな。すごいわ、マジで。結構使ってるから。その発想すごいわ。この一ネタでもうタモリクラブできるもんね、小田君。できるね。絶対できるよ。いろんな納豆棒でね、タモリさんとこうね、そうだよ、かき混ぜて味をね。本当だよね。すごいな。池袋こさで24時。コレクターのツアーが始まりますね。はい、25日の広島からスタート。あと10日でツアー始まりますよ。そうですか、はい、じゃあ風など注意して。俺がやばいね。4月にはアルバキの
が決定。はい、決定。で、6月、7月、8月とクワトロマンスリー決定。決定。6月7、うん、7月5日、はい、8月2日。なるほど。第1日曜日ですね。よろしくお願いします。そしてですね、YouTube で P のアーカイブが切るようになりました。うん。今これね、うん、登録者がね、うん、500いくつ、うん、それ少ない方多い少ないらしいんですよ。なんだよ、 YouTuber になれないじゃんこれ。こ全然なれない、ね、全然なれない、まあ、まあまあまだやったばっかだからね。なるほど、うん、あら YouTuber ってどれぐらい登録者がいるの。いやだから多いのはもうその10万だの10万人ぐらい。100万だの100万確かに10万かなんかで、うん、銀色の盾かなんかがもらえるんだよ。10万で銀色の盾だってよ、これぐらい。だってさ、収入多くの人いるじゃん。収入多くの人は、まあ、100万ぐらい登録者がいて、その人たちが、うん、毎回何十万という視聴回数が1本につきあれば、行くんじゃない、うんうん、そうか。随分先が長いね、これ、小太郎君。500何人じゃ無理だよ。500何人じゃ、だってクワトロだっていっぱいになんないじゃんこれ。最初だよ最初、すぐだよすぐ。あ、そう、まあ、そういうことで皆さん登録お願いします。はい。 YouTuber になりたい。僕ね、職業なら YouTuber って書くの。ギタリストって書くよ。マジかいいや、シンガーソング YouTuber でしょいいね、シンガーソング YouTuber。 そう考えるよね、やっぱりね。そうしよう。はい。詳しくはコレクターズオフィシャルサイトで確認してください。はい。このポッドキャストはスタジオ M オジションが知ってますので、サイトからダウンロード、写真館、アーカイブもございます。マシンセール更新、はい、P メール袋24@gmail.com お願いいたします。それでは、まあ、また来週お会いしましょう。はい。 Do the download Do the download